おはようございます。中川大輔です。さあ今日の YouTube 動画なんですけれども、時刻は今11時を回ったところです。僕としては今朝起きたところ、先日番組の中でもお話ししたんですけど、僕やっぱり1日をこう有効に活用するためにやっぱり午前中、ジェネジー終わってから寝て起きたその午前中を有効活用した方がいいんじゃないかということを思いつきまして、今日はですね、僕にとっての朝この11時にこちらのアイテムを用意しました。バン、コーヒーセットです。今日はですね、このコーヒーセットを使って爽やかな朝のコーヒーを楽しみたいと思います。で、コーヒーを作るにあって、すいません、まだ目やにがバリバリついてました。寝起きなもんで。そのためにですね、こんなアイテムを用意しました。ババン。こちら、みんな大好き、IKEA のコーヒーフィルター。これなんて読むんでしょうか。OVEREST。OVEREST。ちょっと読み方はわかりませんが、こちらがですね、こんな感じの、こちらこうフィルターも金属製で何度もこうリサイクルっていう、このコーヒーペーパー、コーヒーフィルターのペーパーを使わなくてもいいっていうことで、とてもエコなアイテムとなっておりますね。これをちょっと使って、今日はガスコンロもあるので、実際にちょっとお湯を沸かしてコーヒーを入れて飲みたいと思います。優雅な朝を満喫したいと思います。ではやっていきましょう。まずね、こちら鍋に、水を入れます。コーヒー一杯分なんでね、そんないらないんですけど、これぐらい入れときますか。では着火します。着きました。蓋を持ってと、でお湯が沸くまで待ちましょう。何にせよちょっと天気が良すぎる。あっちいんだ今日。ではお湯を沸かしている間にですね、こちらのコーヒーフィルターの方にコーヒー豆をセットしておきましょう。今日はね、朝一、一杯分あればいいんで、そんなに一杯はいらないんですけど、しまった、スプーン忘れた、もういいか。もうちょっとおまけに入れとくか。こんなもんかな。よしよし、じゃあお湯もできたっぽい。まずは火を止めよう。消火してと。では入れていきましょう。なんか思ったより大量にできたな。香りはいいよ。香りはコーヒーの香りするよ。では入れていきましょう。あ、ちょうど一杯分でしたね。見えますでしょうか。めちゃくちゃ美味しそうにできたよ。こっちのね、方にはね、多少ね、やっぱ目がね、紙とかに比べると粗い分、コーヒー豆がこう沈殿しちゃってますけれども、そこを入れなければいいかなって感じします。では、朝の一杯、いただきます。熱い。
全部焼けてしゃく人なんか今。いやでもね、いいな、これは目が覚めますね。コーヒーはやっぱり朝にいいですね。まあ11時半なんですけど、そうそう、今日はねコーヒーに合わせてちょっとこんなものも用意しております。みんな大好きセブンイレブンいい気分のこちら、イタリア栗の濃厚モンブラン。こんなものもね、より充実した朝のために用意しました。食べよう。いやコーヒーと合うと思うんだよね。やっぱねコーヒーにはこうスイーツが合いますから。じゃあこちらもいただきます。すいません、ふわふわだよ。あ、うまっ。このやけどした口の中に広がるこの甘み最高です。美味しい美味しい美味しい。じゃあ今日も一日頑張りますか。皆さんご覧いただきありがとうございました。また機会があればこの爽やかな優雅なモーニングシリーズやっていきたいと思います。声が全然出ませんということで、純日 YouTube 動画ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。お願いしますお願いしますお願いします。中川大輔でした。いい朝。チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします。